嵐の二宮和也さんのダイエット法を美腸活専門家の観点から解説していきますね。この動画をご覧いただきますと、あなたも二宮さんが取り組まれたダイエット法をアレンジすることで簡単に取り組むことができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。二宮さんのダイエット法のポイントは腸内環境を整えることなんですね。その理由は、腸内環境が整っていれば痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができて、結果自然と痩せ体質になることができるからなんですね。例えばその逆で悪玉菌と呼ばれるデブ菌がもう多い腸内環境ですと、あなたがどんなに食事制限をこう頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、決して長期的に痩せることができないからなんですね。なので二宮さんはこの痩せ菌、まあ、イコール痩せ体質になることができる腸内環境を整える食べ物を召し上がっていらっしゃったんですよ。では実際に二宮さんがどんなものを召し上がって腸内環境を整えていらっしゃったのかという、その食べ物は昼食にフルーツグラノーラを召し上がっていらっしゃったということなんですね。もう理由は、もうそのフルーツグラノーラの材料が腸内環境を整える食材だからなんですよね。例えばあのフルーツもそうですし、まあ、オートミールもそうですし、こういったものというのはもうビタミンやミネラルも豊富ですし、もう何よりも食物繊維がとってもね含まれておりますから、腸内環境のもう大掃除ですよね。もうお腹すっきりして、その悪い菌をもう一斉に、まあ、大掃除することができるわけですね。なので二宮さんは昼食にフルーツグラノーラを召し上がっていたということなんですけれども、ここでポイントです。フルーツグラノーラ、もちろん腸内環境を整えてくれるものなんですけれども、ここで注意。一般のですね、市販のグラノーラには添加物がですね、いっぱい入っている可能性が高いんですね。人工甘味料と呼ばれるものです。こうざっとこちらに並べておりますけれど もうとにかく合成甘味料代表の、まあ、スクラロースですとかアスアルテーム、あとは糖アルコールの、まあ、キシリトールとかマルチトール、ソルビトール、あとその他だと加糖ブドウ糖液糖、加糖液糖、まあ、こういうふうにこうもろもろ書いてあるものが人工甘味料プラスその他の甘味料になります。でこういった甘味料を大量に摂ってしまわれますと腸内環境が悪くなります。そして結果デブ菌が増えて太ってしまう体質になってしまうわけですから、もちろん二宮さんもそのようなですね、粗悪なものはね食べてらっしゃらなかったと思うんですよね。きちんと本物思考でいらっしゃると思いますから、きちんとお体に良いものを召し上がっていらっしゃったと思うんですけれども、私ももしあなたがそうだ、じゃあ昼食にフルーツグラノーラを食べてみようと思った時にですね、こういった人工甘味料やもう香料とかですね、着色料とかそういったものが添加されていないフルーツグラノーラを召し上がっていただきたいです。でそこでここにあなたに一押しのフルーツグラノーラがあるので、私が今からご紹介していきたいと思います。では今から痩せるフルーツグラノーラの手作りのレシピをあなたにご紹介していきたいと思います。今から私がお伝えする材料の中の一部に、まあ、オートミールであったりナッツやかぼちゃの種などなどをお勧めしているんですけれども、それぞれダイエット効果がすごく高いんですね。もうオートミールなんかはですね、白米に比べて低カロリーですし、まあ、低 GI 値食品ですから、まあ、簡単に言いますと脂肪を溜め込みにくくしている食品になります。でまたタンパク質やビタミン、ミネラルがもとっても豊富ですし、何よりもこの食物繊維がたっぷり含まれていますから、もうお腹の大掃除になって痩せることができるんですよね。でまたナッツはもうダイエット食です。こちらは太る元、糖質が少ない低糖質食品ですから、もうぜひぜひナッツもご一緒にトッピングで入れていただきたいなと思っております。でまたかぼちゃの種も有効です。あの高タンパク質ですし、もう栄養がいっぱいバランスよく含まれておりますから、こういったものをフルーツグラノーラの中の一部としてですね、トッピングしていただくと良いと思います。それでは早速痩せるフルーツグラノーラの材料をお伝えしていきますね。まずオートミール 150g、 アーモンド、できれば素焼きでお願いします、40g、
シナモンパウダー少々です。そして A は蜂蜜 50g、 オリーブオイル 30g 準備されてください。そして B です。これはお好みなんですけれども、まずはフルーツなんですが、おすすめはレーズンです。こちらもオイルコーティングなどしていない無添加の良いものを選んでくださいね。が 50g、 またはまあプラスでも良いんですけれども、ドライのクランベリーやブルーベリーですよね、こういったものが 30g、 あとはかぼちゃの種 30g であったり、またナッツを足したい場合は、アーモンドプラスくるみ 30g、 あとお塩はお好みで少々使われ、ひとつまみぐらい使われると良いと思います。では早速作り方お話しいたします。まずボウルに、A ですね、先ほどお伝えしました蜂蜜 50g とオリーブオイルを 30g 入れていただいて、ゴムベラでなじませてよくよく混ぜてください。でこの工程の間にオーブンは150度で予熱しておきます。そして鉄板にクッキングシートを全面敷いてスタンバイしておきましょう。そして次です。この混ぜた A のボウルにですね、オートミールとアーモンドとシナモンパウダー、オートミールは 150g、 アーモンドが 40g でしたね。でシナモンパウダーをまた全部入れて、またゴムベラでよく全部混ぜてください。で3番目です。先ほど敷いておいた、クッキングシートのですね、鉄板にこの混ぜたものをすべて流し込んで、平らにこうならしていただいてですね、こう薄くならしていただいて約30分間焼いてください。でこれはですね、トッピングされた量によりますから、ちょっと焼き具合はですね、だんだんこう茶色く色がついてきたな、火が通ってきたなっていうのを時々と確認しながら焼いていてくださいね。材料が少なめにされた方というのは、要はトッピングがね、量が少なかった方はすぐに焼けてしまう可能性もありますし、またたっぷりといろんなものをトッピングした方は多少時間がかかると思いますから、このあたりは注意してください。そして4番、焼き上がりましたら一旦冷まします。で冷めてから適度にご自分のお好みの大きさにこう割っていただいて、あとはその保存容器で冷蔵庫で保存されていただいていいと思うんですね。そして最後です。 B ですよね、先ほどお好みで、レーズン系、ナッツ系、お塩ひとつまみとお伝えしましたけれども、先ほどの材料を焼く時に入れずにですね、焼き終わった後に後入れで混ぜてトッピングされると食べやすくていいと思います。でプラスですね、やはりフルーツグラノーラはバランスがいい食材なんですけれども、それだけの昼食というのはやっぱりですね、栄養がちょっと偏ってしまうんですよね。なのでここでおすすめの食べ方は、この焼き上がったグラノーラですね、このままでもとっても美味しいんですけれども、ここにプラス豆乳とかヨーグルトのこういったタンパク質を入れていただくことで、さらにダイエット食になりますから、しっかりと美味しく食べながらも痩せるというですね、こういったポイントが大事なので、ぜひタンパク質もプラスアルファで取られるとなお良いと思います。さあいかがだったでしょうか。この動画のお話まとめますと、まずは痩せるポイントは腸内環境を整えることでしたね。そのために二宮さんの場合は昼食をフルーツグラノーラにして召し上がっていますよということ。ただし市販のですね、グラノーラというのはもうほとんどの場合が、人工甘味料、化学調味料、香料などですね、こういったもの、着色料もそうですけれども、添加されていて腸内環境を逆に悪くしてしまうので、あなたにおすすめのものは手作りの無添加の美味しいグラノーラを作ってぜひ召し上がってくださいね。プラスタンパク質ですよというお話でした。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのようなさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。また私のお話に対して聞いてみたいなというですね、ご質問終わりの方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらからご登録後直接お話ししてくださっております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。